王様ランキング作品紹介です。小さな勇気が世界を変える。累計発行部数150万部を突破した話題沸騰中の冒険ファンタジーコミックス。王様ランキングがついにアニメ化、10月14日深夜からです。王様ランキングとは作者東花宗助の漫画、絵本のような絵柄から繰り出される魅力的なキャラクターと引き込まれるストーリーが特徴。正直絵がうまいとは思いませんでしたが、愛くるしいキャラクターが癖になります。ストーリー、国の豊かさ、抱えている強者どもの数、そして王様自身がいかに勇者のごとく強いか、それらを総合的にランキングしたもの、それが王様ランキングである。主人公のボッジは王様ランキング7位のボッス王が統治する王国の第一王子として生まれました。ところがボッジは生まれつき耳が聞こえず、まともに剣すら触れぬほど非力であり、家臣はもちろん民衆からもとても王の器ではないと蔑まれていた。そんなボッジにできた初めての友達影。影との出会い、そして小さな勇気によってボッジの人生は大きく動き出す。個人としてはですね、アニメでとても絵が綺麗になっていますが、やっぱり原作がおすすめです。愛くるしさが比になりません。また主人公がひたむきに頑張るところもとてもいいです。アニメが楽しみです。以上、紹介終わりです。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。毎日午後4時に新しいクイズ問題を出してます。また見てね。バイバイ。